注目の一戦、キックオフの時間が近づいてきました。エミレーツスタジアムからお伝えします。激闘を前に、観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。エミレーツスタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りするプレミアリーグのこの一戦、アーセナルがマンチェスターシティと戦います。マークです。キーパーが立ちはだかった。やはり今日も注目を集めていますね。最多得点記録タイとなるゴールが生まれる瞬間ですね。チームの勝利が第一とはいえ、必然的に達成される目標でもありますから、目の前で見れたら嬉しいです。もっとこれはチャンスですよ。均衡を破るゴールが決まりました。チームはここまで試合を支配し、見事に先制点を挙げました。あそこで打たれたらキーパーはなすすべがありませんね。1点を追うアーセナルのキックオフです。このまま終わるつもりはないでしょう。アーセナルはサイドに持ち出すでしょうか。ゴールチャンス。このプレーはオフサイドの判定です。出し手とのタイミングが合わず飛び出してしまったんでしょうか。さて、ここでスタジオから情報が入ってきました。オールドトラフォードで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、2点目のゴールがマンチェスターユナイテッドに生まれています。スコアを記録したのはブルーノ・フェルナンデス。相手ディフェンダーに体を当てられながらもうまくクロスに合わせて強烈なヘディングシュートを叩き込みました。現在スコアは2対0、時間は41分を過ぎたところです。わかりました。どうもありがとうございます。前半の終了を示すホイッスルが鳴り響きました。さあ、後半のスタートです。スタンフォードブリッジで行われている試合でスコアが動いたようです。見事に止めました。スーパーセーブです。選手を変えてきますね。ショートコーナーです。止める。止めます。コーナーキックです。ショートコーナーから攻撃、カットインして中央に向かう。ナイスセーブ。キーパーがよく集中しています。ショートコーナーを使った。デブライネ、ハーランドに絶好のチャンス。キーパー反応した。ボールを弾く。ありがとうございます。他会場の動きをお伝えしました。繰り返しますと、チェルシーがゴールを決めました。ジャカ狙ってきたぞ。このボールはゴールキーパーが止めました。ミリンコビッチ・サビッチ、このパスは通しません。ウーデゴール、サカに渡る。アーセナルのゴール。映像が来ました。細かくボールをつなぎディフェンスを崩していきます。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。チェルシーに生まれています。スコアを記録したのはオバメイン。本日2得点目です。ゴール前へ出たボールをうまく角度を変えて決めました。現在スコアは4対0、時間は86分を過ぎたところです。はい、どうもありがとうございました。
また動きがあれば報告をお願いします。さあ残すところ1分となりました。これが最後のチャンスかもしれません。ゴールに結びつければ1点リードですが、攻撃はここまででしたね。相手チームにボールが渡ります。試合終了です。ここは両者引き分けという結果に終わりました。どちらのチームにもチャンスはありましたが勝ちきれませんでしたね。